はい、皆さんこんにちは。今日の一言やっていきたいと思います。1日1つ英語ネイティブの日常会話の音声を聞き取ってもらうリスニングクイズです。初心者の方はもちろん英会話力を上げていきたい方にもおすすめの内容ですので、ぜひガンガンチャレンジしてみてください。それでは早速今日の一言言ってみましょう。この後にネイティブの音声が流れますので、何を言ってるか当ててみてください。 We'll be there. We'll be there.はい、では答えの方に参ります。答えはこちらです。 We'll be there でした。そっちに行くよという意味です。発音をカタカナで書いていますので、こちらをヒントにスピーキングの練習をしてみてください。タンタンタンという3つのリズムです。 We'll be there. We'll be there と言わないようにしましょう。 We will の短縮は Wall に近い音です。 There ではなく、ほとんど There に近い音になります。 We'll be there. ではゆっくりなバージョンでも聞いてください。 We'll be there.では最後に3回、ネイティブの音声に続いて、皆さんも口に出して喋ってみてください。We'll be there. We'll be there. We'll be there. はい、いかがでしたでしょうか。難しいと思った方はもう一回繰り返して練習してみてください。では次回の問題を流します。I'm so embarrassed.はい、こちらの答えは次回お伝えしますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。 See you next time.